高霊術。高霊術は、占いの目的のために、亡者の霊を呼び寄せようとする魔術の形態である。高霊術を指す英語のネクロマンシーは、古代ギリシア語のネクロス、死体、冥府の死人とマンテア、予言、占いに由来する。複合語のネクロマンテア自体は、古代後期のものであり、アレクサンドリアのクレメンスのギリシア人へのすすめやオリゲネスの著述に要例がある。 古典ギリシア語では、ネキュアで、ヘレニズム期の濃い例では、ネキュオマンテイアでもあり、ラテン語系で、17世紀の英語でとなった。初期の高齢術分け出し先祖の例などを招く、シャーマニズムと関係がある。古典的高齢術師は、トランス状態のシャーマンのつぶやき声に類似する、噛んだかいめき声と低いうなり声の入り混じった言葉で詩に呼びかけた。ストラボンは、 高麗術をペルシア人の間で行われている戦術の基本的な形式としており、それはカルデア、エトルリア、バビロニアの人々の間で広く行われていたとも信じられている。バビロニアの高麗術師はマンザズウー、またはシャイテンムと呼ばれ、彼らの呼び出した霊はエテンムと呼ばれる。高麗術はバビロン、エジプト、ギリシア、ローマで行われていた痕跡があり、 西洋の古代において広く行われていた。高齢術についての最古の文学記述は、ホメーロスのオデュッセイア、紀元700年頃にある。オデュッセイア第11課、冥府行、ネキュヤの中で、兄弟生女であるキルケイの保護下にあったオデュッセウスは、ハーデース、冥府へ旅し、キルケイの教えた呪文を使って、死者の霊を呼び出そうとする。彼の意図は、 古国を目指す喫緊の後悔について、洞察を得るためにテイレシアースの影に呼びかけ伺いを立てることであった。しかし彼は他の者の,の助けなくして霊を呼び寄せることはできない。ホメーロスの施設には恒例術に関わる特定の儀式への言及が多数ある。その儀式は夜間に火を燃やした穴の周りで行わなければならない。加えてオルシセウスは資料に飲ませる。 犠牲獣の血を使うなどの特定の方式に従わなければならず、さらには、冥界の資料と神々とに向けて、祈願の言葉を唱える。ギリシア神話には冥界に住む死者への言及が非常に多い。これが、ギリシア神話における、高齢術の使用形式であり、ほとんどの場合、英雄たちは冥府に下り、魂を求めなければならない。死者の持つ知識は、 限りがないと考えられた文化もあり得ようが、古代のギリシア人とローマ人について言えば、個々の勇気の影は一定のことしか知らなかったという指摘がある。死者の助言に価値があると思われたのは、彼らが生あるうちに知ったこと、もしくは死後に得た知識の功であったと考えられる。オイディウスは、死者が新しい知らせや噂話をやり取りできる、明快の史上について記している。 聖書には、高齢術師についての多くの言及がある。新明器、18章9 2節は、カナン人の行う死者による占いに関わらぬよう、イスラエル人にはっきりと戒めている。この警告は常に考慮されたわけではなかった。例えば、サウル王は、エンドルの魔女に命じて、光線、シェオルから、サムエルの影を呼び出させた。後世一部のキリスト教の著述家は、 人間が死者の霊を呼び戻すことができるという発想を却下し、かかる影は偽装した悪霊、デーモンであると解釈した。かくして、高例術は悪霊を呼び寄せと同義となった。アルルのカエサリウスは、たとえ呪文の働きが利益をもたらすように見えるとしても、キリスト教の神以外の、いかなる悪霊も、神々も信用せぬよう徴収に説いた。彼は、悪霊たちは、 神の許しによってのみ行動するのであり、キリスト教徒に試練を与えることを神に許されているのだと述べる。カエサリウスはここで人を咎めているのではない。彼はただ、高齢術は聖書で禁じられているにもかかわらず存在していると述べたに過ぎない。北欧神話にも高齢術の事例がある。例えば、巫女の予言の中に、王人が未来を教えてもらうために女予言者たちを、 呼び出す場面がある。スビプダグルの歌の第一部である、グローアの鹿では、英雄、スビプダグルは、自分に魔法をかけてもらおうと、巫女であった彼の亡き母グローアを呼び出す。フロールフクラキのサガでは、ハーフエルフの王女であるスクルドは、実に、魔法、セイズルに長けており、ほとんど戦いに無敵であった。彼女は、自分の戦士が倒れると蘇らせて、戦いを続けさせた。 多くの中世の著述家は、キリスト教の神の助けなくして、復活は不可能であると信じた。彼らは、占いの実践を、例の姿をとる、デーモン、悪霊を呼び出すことであると説明した。その実践ははっきりと悪霊魔術として知られるようになり、ローマカトリック教会はこれを断罪した。中世の高霊術は、アラビアの影響に由来する天文魔術と、 キリスト教とユダヤ教の教義に由来する悪魔払いとを総合したものと信じられている。アラビアの影響は月の層、太陽の位置、日取りと時間を要件とする儀式において明らかである。甲を焚いたり像を埋めたりすることは天文魔術と高例術の双方に見られる。キリスト教とユダヤ教の影響は呼び寄せの儀式で用いられるシンボルや祈祷文に見出される。 中世の高齢術師は多くの場合、キリスト教の聖職者の一員であった。ただし聖職者でない者も,も記録に残っている。ある場合には、ただの見習いや下級聖職者に除外された者が実践に手を染めた。彼らは霊的存在、特に悪霊の操作と魔術実践への信念で結びついていた。これらの従事者は、ほとんどの場合、読み書きができ、十分な教養があった。 ほとんどのものは悪魔払いの基本的な知識を持ち、先生術と基神学の文献に接したことがあった。聖職者としての教育は非正規的であり、大学へ入ることは稀であった。大多数の者のは死と徒弟という関係の中で教育され、ラテン語と典礼と教理の基本的な知識を持つことが要求された。この教育は精神的な指導に結びつくとは限らず、 神学校など存在しないも同然であった。かかる、各たる教育の不在が、キリスト教の教理において、オカルト的実践が非難されているにもかかわらず一部の意欲的な聖職者が、キリスト教の天礼を、オカルト的実践に結びつけることを許容した。中世の高齢術師は、以下の三つのことを高齢術で成し遂げることができると、信じた。すなわち、医師の操作、減影。 知識である。意思の操作は、他人や、動物や、霊の心と意思に影響を及ぼす。他人に苦痛を起こさせるために、狂気に駆り立てるために、愛、または、憎悪に燃え上がらせるために、気に入られるために、何らかの行為をやらせたり、やらないように仕向けるために、悪霊が呼び出される。幻影には、死者の影を呼び起こす、豪華な食事の並ぶ縁を現出させる。 魔法の船や馬の姿をした悪霊などの乗り物を呼び出すといったことが含まれる。知識は悪霊を通じて得られるとされた。犯人を同定する、物品を探す、未来の出来事を明かすといった様々なことに悪霊は情報を提供するとされた。ミュンヘン式書に示されるように中世の高齢術の実行には通常魔法の剣、祈祷文、生贄が必要であった。 剣は普通地面に描かれたが、布や洋皮紙が用いられることもあった。キリスト教的観念とオカルト的観念の根性である、様々なもの、図形、記号、文字が内側に配される。剣は中に入っているものに力を与え、防護すると信じられ、呼び出された悪霊から、高齢術師を守るとされた。祈祷文は、物質界に出現せんとする悪霊と交渉するための方法である。 それは、通常、悪霊を呼び出すために、権威的態度を持って、特別な言葉の力を行使るものであり、多くの場合、キリスト教的な祈りや、聖書の文句の利用が組み込まれていた。こうした、祈祷文は、何度も続けざまに唱えたり、あちこちに向きを変えて、唱えたりして、呼び寄せが完了するまで続けられることもある。生けにえは呼び寄せに対する報酬である。人肉や、 動物の肉が必要なこともあり得るが、簡易に何らかの品物を備えるだけの場合もあった。捧げ物の品物を集める時間、場所、方法が儀式において重要な役割を果たすとされることもあった。高齢術を行ったとして告発された者の,の自白の事例はそう多くはないが、様々な魔法や魔術的実験があったことをそれらは示している。 とはいえ、自白として記録された内容が彼らの実行の結果であったのか、尋問者の気まぐれによるものなのか、判定するのは困難である。1323年のパリの宗教裁判記録の示すところでは、細切れの猫の皮で作られた輪の中から、悪霊、米陸を呼び出そうと企てた集団が、教会の定義するところの高齢術に関与していたことは、明白あったという。 古くから、ある高齢術を指す言葉であるネクロマンシーは、現代では、死の操作を自称したり装ったりするものを表す、一般的な言葉として用いられ、概して魔術的なニュアンスを帯びている。近現代の高齢界、チャネリング、スピリティスム、スピリチュアリズム、高齢術、心霊術は、家庭上の呼び出された霊に対して、未来の出来事を掲示することを要請する場合において、 ネクロマンシと近接する。ネクロマンシーは、法人術の一部門である、心霊占いとして提示されることもある。ナイトクラブ、でのフーディーに高齢化とロングランの見せ物であるは、霊との接触をテーマとしているため、その主演者を高齢術師として宣伝している。ルイス・スペンスの、オカルト百科事典は次のように述べている。中世、楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。